体調は薬飲んだから大丈夫。どうしよう。一回でもさ、切った方がいいよね。ずっとさ、配信するんじゃなくて。1時間で切った方がいいんかな。カウント？1時間後か。なんか今日寒くない？めっちゃ寒くない？こたつつけるよ。この回はサクッと終わって次長くやる。どういう構成がいいと思いますか？皆さん的に。星50個お届けです。ありがとう。あと1時間45分ね。あと1時間45分できるよね。もう何時間？
全部で計算したら、ちょっと待って、配信時間、ちょっと見てみる。ちょうど1時間やって、13時27分か、23時27分。じゃあ3時間できるってことだか、今日3時間やれたってことか。朝15分で1時間だから、でも1時間やった方がいいのか。45分までやって11時から？やっぱ15分は空けた方がいいの？そう、16分から始め、16分？
そういうことか。1分、1分、15分じゃなかったんだ。なるほどね。どっかで切って始めてるなら、あ、切るのはいつでもいいんだ。じゃあ11時までやろう。11時くらいまでやろう。じゃあ23時15分に終わっても17分から始めればいいってことか。今日メール送ってないわ。ごめんなさい、送れなかった。でもみんなが干しため行く時間がないから、15分くらい空けてほしいってこと？
捨て星皆さん30分ぐらいだから23時30分から星集めできる。ってことは私は何時から始めればいいんだろう。今日アイライン引いてないんだよね。ピョンって黒いのないでしょ。ないの。アイラインがもう切れちゃったから買わない。今日買おうとしたんだけど時間なかった。え、10分前？じゃあ何時何分に終わればいいの？何時何分に終わって何分に始めればいいんだろう。今日は何時間やった？これ今で2時間やったかやってないかだよ。1時間15分だ。1時間15分。とにかく23時17分から始めは終わりです。ああ、そういうことか。じゃあまあとりあえず一回切って、今は切らないけど切って23時ちょっとまでギリギリで切って27分から始めるよ。あ、いいのか。1時間いいのか。計算ができない。3時間やるか。友達と旅行で山梨から見てます。嬉しい。山梨のどこにいるの？まあ、霧のいいとこで、まあ、切ります。まあ、23時まではやる。オーバーしないでよ。オーバーはしないよね。大丈夫だよね。うん。だって今だよね、ずっとやっても本当に3時間ぴったりだから、あ、58分だから大丈夫。富士急行って明日観光して帰ります。ええー、富士急行きたい。ファンマネージャー、そうなの。私はファンに助けられてる。超機械音痴で理解能力が低いから
もう本当にこの8年間ファンの人に感謝してるよ。今もだけど。本当にこれをだけは。これだけはじゃない、もうこれもだけど。これだけは直らないのよ。だって iPhone 変えた時もファンのみんなになんか初期設定のやり方とかここで教えてもらったり っていうのがあったりしたんですけど、お姫様？そう、スマホ壊れて音信不通だった。え、いつだっけそれ。え、めっちゃ前じゃない？ 4 年前とか。そうだよね、私が iPhone8 に変える時だから、もう5、6年前とかじゃない？もう6年ぐらいファンの人が応援してくれてるってことか。え、本当だ、9位に少しずつ近づいてる。みんな離れていかないでってベソ書いてた。かわいい、その頃のあやちゃん。かわいい、その頃のあやちゃん。みんななんかここの前髪切ったんだよ、昨日配信中に。なんかみんなが撮ってくれた写真、昨日のイベントでみんなが撮ってくれた写真がツイッターにいっぱい上がってたから見たら、なんか前髪のここが長すぎて顔が分かんなかったから、ちょっと前髪を増やしたの。増やしてこうすっきりさせたんだけど、あんまりファンのみんなわかんないか、自分だけがわかるやつってやつ。今のあやちゃんは？セクシーあやちゃんなんてね。ちょっとここセクシーじゃない今日。ってやるとここが開く。あんまりやりすぎるとみんなこういうの好きだから。でも次はセクシーだけじゃダメだから、チーム B 公演になったら。でも本当にチーム B 公演楽しみ。え、岡部凛って岡部凛なわけはないよね。わけはないと思ってるよ、やく。信じすぎて嘘だったガーンってなる方が悲しいから、絶対嘘でしょみたいな、絶対これ、いや嘘だよって言っといて、本当だよバーって言った方がいいじゃん。だからちょっと本物じゃないだろうなって思っとく。どうなんだろうね。 だって何してるんすかっていう感じも、なんかりんちゃんっぽいっちゃりんちゃんっぽいんだよね。偽物、偽物だよね。やっぱり絶対偽物だよと思う。ほら。
誰？だってリンリン忙しいじゃん。忙しいでしょ。もうそれで本当に来てくれたら本当にありがたいよ。本当にリンリン？リンリン今ショールームしてるのか。え、ツイッターと連携されてるって、ガチ？本当に？え、絶対ガチだ。なんか嘘とか言っちゃった。え、だから今めっちゃテンションが上がった。よかったさ、よかった、嘘じゃなくて。だから今あの本物っていうのを知ったからこうなってる。今こうなってこうなってここが開いちゃったでもこういうのに笑ってくれるのは大体リンリンだけだからバッチコイとかでも一番笑ってくれるのリンリンなんだよね。なんかやかがわけわかんないことしても一番なんかもう立てなくなってるのリンリンなの。うちらの友情だってリンリンだって初期の頃からお、あのお披露目の時からもうね、お母さん同士も知り合いっていうか一緒にご飯行ったもん。星全投げするって言ってる。ありがとうリンリン。昨日見たよ、あのリンリンのカウントダウン TV でこの辺で、この辺からリンリンが踊ってるの見た。こういうやつでしょ、これしかわかんない。新曲かっけえべ、かっけえ。またリンリンに教えてもらわなきゃ。でもリンリンにめっちゃ覚えてんのが初期の頃にあのフォーチュンクッキーのこれが全然うまくできなくて、なんかリンリンがめっちゃうまかったの、この角度といい、この手の回し方が。初期の頃にめっちゃこれを教えてもらったっていう。いうのがすっごい印象にある。いろんなダンス教えてもらってんだけど、一番最初になんか教えてもらったの、あのおにぎりの振り付け。だから今ひだやのこの成長したおにぎりがあるんだよね。え、写真撮ろう。え、ありがとうリンリン。待って、リンリンが2位にいる。写真撮らなきゃ、写真撮らなきゃ。やった、リンリンが2位にいる。すごい。
嬉しい。ちょっとつぶやくわ。すいません、壇上に上がってしまいました。もう本当に嬉しいよ。ファンのみんなも嬉しいよね。リンリンが上がってくれて、私本当にありがたいと思ってるよ。ファンの人、リンリンでさ、なんかさ、ちょくちょくさ、私の配信 見に来てくれるよね。よかった、なんかまたエッチなコスプレしてなくて。またエッチなコスプレしてたら、またなんかあのたわいもない話でその話をされるとこだった。君のことが好きだから。嬉しい。そうだ、コスプレ見てね、めっちゃ合わせたよね。そうなんだよ。リンリン忙しいはずなのに、ありがとう本当に。もう今から会いたい気持ちでいっぱいだよ。配信終わったらリンリンの家行こうかな。かなんかリンリンの家行くねって言ってから3ヶ月ぐらい経ったから、ちょっとリンリンが暇になったらお邪魔するわ。コラボ配信してだって。したいね、したいね、リンリンとコラボ配信。コスプレ配信全力で待ってますだって。じゃあ明日しちゃうか。本当はやらない予定だったの今回。なんか結構あれ恥ずかしいんだよ。ファンのみんなはさ、やってみたいな感じで言うけどさ、結構あれ勇気いるんだよ。いろんなメンバーが結構見るんだよ。すごい、ちょっとね、自信なかったんですけど、そりゃリンリンが押してくれたらね。あとファンのみんなもなんか、やってほしいみたいに言ってるから。まいったな。夜、明日でも私もその公演の練習しなくちゃいけないから、まあ10時とかかな。21時以降は絶対。はい、もう明日。強制的になんか決まっちゃった気がするけど、でもやる、頑張る。頑張ってみる。でもやるとしたらちゃんとなりきってやるからね。ちゃんとなりきってここに座るんじゃなくて、ここに座って足組んじゃって太もも見しちゃって、でそこまでやるからね。ちゃんとやりますから、私は。はい。もう振り切ってやんないと、そこまで着るんだったら。でもファンのみんなからコスプレ何個かもらってるから、リンリンなんかお猿さん投げてくれた。ありがとう。
熊玉も来た。え、誰？ブリさんだ、ありがとう。待って、じゃあ今コスプレ何があるか確認していい？まとめておいてあるんだよね。で、この間ママたちが来た時になんか整頓していっぱい入ってて、これまたやろうと思ってたんだよね。頑張れ、だって。頑張る。いつ会えるかな？いつ会えるかな？じゃあ配信終わったら会いに行くね。お邪魔するね、リンリンの家に訪問するね。気持ちで負けないでね、だって。涙が出てくる。それは遠慮しとくわ、だって それは遠慮しとくわ え、じゃあリンリンにコスプレ選んでもらおうかな。ちょっと待ってね。ファンのみんなにもらったコスプレがあって、耳が動きますって書いてある。ねえ、なんか、え、やばいやばい、ウィッグ入ってたんだけど、どうしよう。え、待って。え、待って え、私ちゃんとこれが届いたっていうの見てなくて、今見てびっくりしてる。これかこれだ。あとは耳とかになって、あと普通になんかこういうクマ、トラのやつだ。にゃんにゃんともとひだおがいいです、だって。待って、こっちってこと？りんちゃん選んで、だって。どっちがいい？りんりん。え、ひだおどうなるんだろうな、これ。マッシュボブゴールドってなってる。これにこれとか、これにこれとか その二択なの？にゃんにゃん姉さんやってよ リンリンはあのにゃんにゃん姉さんが好きらしいです。え？だってこれも結構恥ずかしいよ。ハロウィンの時のまた同じの着んの、ちょっとあるかな。あれ、だってニャンニャンはニャンニャンはあの普通にクローゼットの中に入ってるわ。ソファーの上で靴下履いてほしいです、だって。
網タイツもうにゃんにゃんさんで決まりってことですか。同じのですか。これじゃなくて。そうだよ、リンリンも一緒にやろうよ。一緒にやろうよ。え、リンリンもさ、コスプレやろう？絶対ファン喜ぶよ。星になってるし。コメントそう、ちょいちょい星になってんだよね、リンリンのコメントが。にゃんにゃんとバニーでいいな。リンリンはヒダーヤのコスプレ見て笑いたいだけでしょ。なんか私がそうなんかね、めっちゃちゃんとなりきってやってるのが面白いんだって2位なのにコメントが星になっちまったら。え、マジでコラボしてみたい、コスプレでコスプレで。でも本当にマジで偽物じゃなくてよかったわ。めっちゃテンション上がったもん。嬉しい、嬉しいな。クマタワー、あ、ラブイチゴちゃんありがとう、嬉しい。ヒロカンブリさんにラブイチゴちゃんありがとう。と私のファンの方も応援してくれてありがとう。え、でも一気になんか9位まで差がだんだん10万ポイント台に初めて入ったかもしれない。お邪魔しました、おやすみひだや。リンリンありがとう、また LINE するね。ありがとう、本当にありがとう。明日コスプレします、お楽しみに。リンリン、あ、ギフトもありがとう。え、なんか優しくて泣きそう。すごい配信になったね、びっくりした。リンツイッターに書こう。押してもいいのかな、スクショしたやつ。ファンの人の名前隠した方がいいんかな、一応。
これで。これどうやって書くんだっけ。いい感じ。押していいかな。リンリンごめん抜かしちゃった。でも明日は実は七瀬とも。コスプレを配信しようと思ってて、今日の昼間にそれが決まって、そう、まあ七瀬とはまあ昼間、まあ4時とか16時くらいにやろうかなって思ってて、だからコスプレでいいかもしれない。ね、告知。コスプレ2回する。1回目はコスプレなのかな、そのやつ。確認するね。なんかコメントでもポイントになるから、そうそう、コメントしたら、あ、カウントと一緒なんだ。あ、じゃあカウント50カウントした人はコメント打っても変わらないってことか。あ、一回来た方がいいですか。じゃあ一回来て、一回じゃあ読みますね。1位ひろかんぶりさん、2位ラブいちごちゃん、3位岡部、3位、誰かここ切り取って、3位岡部りんさん、すごい、なんかめっちゃ嬉しい、3位にりんりんがいる、4位なはんさん、5位ロブさん、6位シュハリーさん、7位カモちゃん、8位カッちゃん、9位ピータさん、10位プリンさん、11位アキラさん、12位ピアノマンさん、13位キャプテンアクアさんです。なんかいつも大体さ同じ人だからさ、もう口が慣れてさ、もうバーって言えちゃうんだけどさ、なんか3位で止まったもん。おお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 お
フルネームで漢字だから、なんかもう嬉しい。嬉しい。でも次は17分からか。まあ私もちょっと休憩してすぐ17分だから10分後か。じゃあ17分から始めます。みんな集合してね。スクショ撮っとく。これ、これじゃない。これはやらない。コスプレやるよっていうので、まあこれでいいか。スクショお願いします。はい、じゃあ普通のも。ではあとで、あと7分後会いましょう。17分から始めます。またね、ありがとう。